はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ペリズマイ様、ペリズマ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。長野県中野市4人殺し続報、立てこもり4人殺害事件、犯人は中野市議会議長青木正道あるいは正道、57歳長男の青木正則あるいは政権31歳、青木正道議長は即日議員辞職した、身内がご迷惑おかけしましたってことなんでしょうか。まあ、ちょっとやってらんないですよね、こんな大事件を起こしたらね。犯人の家の前が散歩コースだった村上幸恵さん66歳と竹内靖子さん70歳を殺害、悪口を言われてると思い殺してやろうと考えた。駆けつけた玉井警部補46歳と池内巡査部長61歳を射殺したことについては殺されると思い撃ったと供述したそうであります。一般判断です。どう考えても典型的な糖質、これ統合失調症って言ってですね、例えばピンクの像が見えるであるとか、自分を罵る声が聞こえるであるとか、電波がですね、携帯の電波、携帯で話すと なんか頭の中身を盗まれるであるとか、両脇の住人が自分をストーカーしていていつも見張っているであるとか、そういうようなね、ちょっと前までは精神分裂病って言われてた病気であります。不起訴狙いかわからんが微妙なところ、糖質っぽい発言だが気違い無罪狙いか、散歩が命がけの時代に引きこもりが他人に恨みを募らせることまで侵蹂してたらキリがないぞ、ここにもこんなに問い陸奥予備軍が、問い陸奥っていうのは津山30人殺しってご存知でしょうか。なんか自分のこと辛く当たった村人をですね、夜中から朝方にかけて殺害して回ってですね、で最後には自殺してっていう、そういう事件、八幡村のモデルになった。無罪狙いの演技でなければ私の脳からアイディア盗んだっつって京都アニメーションに放火した36歳が死亡、34人が負傷さした青葉真司44歳系ですかねっていう、統合失調症ですかね。問答無用で駆けつけたパトカーの窓に向かって2発ぶっ放したっていうんですから、すごいなーっていう、常人じゃねえのかなっていう気がしますけれども、こちらの裁判、青葉の裁判、京アニ放火事件の裁判は、今月8日から開始になった、そうであります。検察が行った精神鑑定の結果はですね、刑事責任を問えると判断で、弁護側も2度にわたり精神鑑定を実施したそうで、責任能力を問えるかどうかの裁判になる模様であります。それが裁判の焦点ね。36人殺しは八幡村のモデル津山30人殺しを抜き、日本犯罪史上1位となった青葉で、今回が青山だっけ、青ってつくな、どっちにもな、偶然かなという話ですけれども、日本犯罪史上1位になったそうであります。京都アニメーションの、殺害数がね、私常々気違い無罪っていう刑法39条はおかしいって考えておりまして、刑罰にはですね、危険人物を隔離して、社会を守るっていう意味もあります。社会から遠ざけて刑務所にぶち込んで、その間社会は守られる、そいつによって危害を加えられないっていう意味もありますね。見せしめっていう意味もありますけれども、あと反省する時間を与えるっていう、意味もありますね。こいつは永遠に社会から遠ざけとかないと社会が危ないって判断されたら死刑ってなるんじゃないですか。あの世に永遠に隔離するっていうことでね、今回も4人も無実の方が突然に命奪われて理不尽すぎる、
特に職務で真面目に職務を遂行しようとした警官2名は問答無用で撃ち殺されて気の毒すぎますよね。殺されそうもたまんないですよね。自分が殺されるのも嫌だし、殺されゾーン、気違い無罪。なんかの防御策がないのは不公平すぎますよ。例えば家族が殺されゾーンで、気違い無罪になっちゃって、皆さん許せます？許せないですよね。どうしても刑法39条を変えたくないなら、一般人の身を守るための、安全のためにそういう人の額にですね、識別マークでも入れてくんないかな。絶対取れないインクで、危険の木って書くとかね。で、それ隠したい人はいつもハチマキしてって、いつも帽子かぶってるから怪しいなみたいな、そういう風になるしね。分かれば近づかないし、そういう人には、だって殺されゾーン嫌だもん。警戒してくれ してれば、そういう人が電車に乗った時にそういう人いて、自分に近かったらこうやって警戒して、とっさになんか行動取れと思うんだよね。言い過ぎだ、私の言うこと言い過ぎだ、額にマークはひどいだろ、っていう、患者にも、その頭おかしい人にも人権があって、いい人ぶる人もですね、例えば奥さんとか子供とか親とか殺されたら、殺されゾーンの目にあったら考え変わんじゃないのかな。そこまでちょっと想像力がない、かついい人ぶりたいって人が私の言うことを責めるんだと思いますけれども、ちなみに現在の日本では年間約50万件の刑事裁判がありまして、これ数年前は100万件で、確実にその社会にエネルギーが、足りないんだが、確実に急激に犯罪件数も減っていると。神奈川県警あたりはどんな遺体が見つかってもこれは自殺だななんつって、刑事事件にしねえ有名なとこもありますけれどもね。刑法39条を適用された、責任能力問えないってなったのが5件、ですから10万分の1件程度、刑事事件の10万分の1件程度なんですけれども、万が一より確率低いっつったって、いきなり襲われたら嫌ですよ。あと家族が危害加えられて、そいつは起訴もされずに、なんか病院に入院してるなんて許せねえ。当面の間は刑法39条を執行する、閣議決定でいいんですけどね。であとね、そういう人は、もっとね、普通の人より、長く、隔離しないといけないんじゃないの？社会を守るために。だってさ、なんつーの、治ったっつったって、当てになんねえし、より危険じゃんか。カッとなってぶん殴っちゃったなんていう人、何年か閉じ込めといて、本当に反省して、もうね、更生するのも期待できますけど、そういう人は、難しいじゃないですか。だって、病気が原因でそういうことをやるわけだから、だから社会を守るために普通の人よりなんか長期間懲役、で閉じ込めといて隔離した方が社会が安全ですよね。そう考えますけどね。日本の刑法はそういうわけで39条削除してですね、37条38条、次は40条ってことでいいと思います。憲法も9条をまるっきり削除しちゃって、7条、8条、次10条っていう数え方でもう永遠でねえかなんて思いますね。なんか静岡の海岸で子供の焼死体が見つかったそうであります。今日。なんか恐ろしい世の中になってきたな。刑事事件は確実に減ってんだけど、なんだろう、この、凶悪事件が、目立つっていうのは。それとも昭和の昔も似たような凶悪事件数々あったんですけど、ネットが発達してなくて、わがにがっただけなのかな。隣町の凶悪犯罪は隣町に、伝わんなかった、テレビが取り上げさえしなければっていうことなのかなって思っておりますけれども、経産省ガソリン販売補助金を廃止する、6月から段階的に減額し、9月に廃止すると発表。ロシアのせいでですね、国際価格が高騰しまして、国内販売価格を抑制するために、1リッター300円なんてだと影響がすごいから、
そのショックを緩和するために出してた補助金で累計 6.2 兆円出す、9月に廃止するんだけど、9月までに 6.2 兆円かかります、今までの分と合わせて、いうことを出そうであります。1人当たり6万円、の支出ですね。4人家族だったら24万円の負担か、月にはうわーってかね、4人家族の、お父さん大変だな、本当にもう。これで結婚して子供産むなんて、よっぽど稼がないとちょっと無理ですよね。あとは自分の親とか、お母さんの方の親でもいいけど、そういう方の助けも借りないと、今難しいっすね。なんせ重税すぎて、重税。一般判断です。1人6万円も出してたんかい。ガソリン値下げ隊はどこ行ったんだ。ガソリン税を減税すれば済む話。リッター300円時代到来。補助金のおかげで石油元売りは過去最高益。そうなんだって。なんか補助金が、ちゃんと値下げ分に使われてね、不思議なんだよな。でなければ石油の売る会社にそんなに金残るはずねんじゃねえのという話でね。サミット終わったし、もう人気取りは必要ねえ。宅配業者かなりきついな。今や世界一の産油国のアメリカが増産すっから、まだまだ能力持て余して、値段下がっちゃうから生産をセーブしてるみたいなんですね、アメリカが。高騰しないっていう意見もありました。アメリカが上がれば増産して売るわなっていう、高くなったらよし売ろうつって、補助金で石油元売りが過去最高益ってことは、補助金分の値下げをせずに猫ババしたっていう疑惑が深まってますよね。これも特定業界への税金流しですよね。そんでその業界からさ、キャッシュバックと票をもらうっつ自民党お得意のあれであります。ガソリン補助金配分協会かなんか作って、そこでね配分を何々社にいくらいくら、何々社にいくらいくらなんて仕切るようにすればですね、経産省と財務省の官僚の天下り先もできるしね。補助金より消費税と二重課税になってる、ガソリン税下げろよっていう意見が多かったであります。民主党ガソリン値下げ隊はこれを公約にしてたんですけど、当選した途端にね、そうでしたっけ、うふふふふのつって一つもやらねえ、全然実現しねえ、保護にした、突然に税金で石油元売りを潤すことに対して、車持ってない都民などが不公平感が強い。特に4人家族で、な、24万かよ。5人家族で30万かよ、うち車のように。なんて多いんですけど、都内のスーパーに並ぶ肉も野菜もトラック輸送なんで、無関係ではないですね。輸送費上がれば、つまりガソリンの値段上がれば、その分価格に転嫁されて、肉も野菜も上がるんだし、つまりガソリン税は車持ってない人の生活も圧迫してるっつうことですよね。票とキャッシュバックでウハウハの自民議員、天下ってウハウハの官僚たち、こいつらの小山子も高いガソリン税で苦しむのにね、バカだよね。ガソリン税の消費税って 10% でしたっけ、そういえば。赤ちゃんのミルクとかおむつやガソリンが 10% で、新聞が 8% っておかしいべ、不公平だって。私おかしいと思いますこれ。新聞なんか今や限られた趣味人しか買ってねえんだから、例えば政教新聞買う趣味人であるとか、赤旗買う趣味人であるとか、もう消費税 100% ぐらいでもえんでねえの、なんぼ高くても買うやつは買うだろう、どうしても。異次元の少子化に進む日本、今年1月2月3月の第一四半期婚姻数出産数を、厚労省が発表いたしました。婚姻数134,852件の夫婦が誕生しました、3ヶ月で。前年同期比マイナス 14.2%、14% 減っちゃった去年より。出産数182,477人。前年同期比、5.1% マイナス 5% 減っちゃったと。一般判断です。婚姻数の減り方、えげつないな。減り方急激すぎ。コロナの休職、黙食で、コミュ障が増え、将来的にはもっと婚姻数が減る。実質賃金低下がやばい。結婚したくてもできない状態になっている。異次元の少子化に成功。10年後にはあまりに悲惨すぎて数字を発表しなくなりそう。自民党無能すぎ。もう子供は贅沢品と言われてるし。
子供一人目ぐらいから5万円ぐらいあげないと産んでもらえないよ。まあもっともない意見なんすけど、減税すりゃいいんじゃねえの。子供一人当たり5万円もらっても年間60万じゃん。60万ぐらいあれじゃねえの、消費税減税だけでそのぐらいいっちゃうんじゃねえの。子供いるうちのまあ所得がですね、年間600万としても600万使うってことは消費税も60万払ってるってことですよね。したらね、子供を産まないとこの減税もしたら景気すげえ良くなって賃金も上がんじゃねえか。まあ物価も上がりますけどね。婚姻数減少がえげつない、たった1年でマイナス 14% とかね。このままでいくと今年の出産数は75万人程度と、そうするとね、全員100歳まで生きたとしても、もうそんなことはないんですけれども、人口7500万の国レベル、ドイツと同じぐらいかな。将来的に7500万人の国になるんだよ日本は、っていう覚悟をしないとな。そうなるとどうなるかっていうのも考えとかないとな。まあ限界集落と呼ばれるところは人一人もいなくなっちゃって、まあ町役場とか町の議会とか、市だって危ねえよ。人口3万人ぐらいの市結構あんもんね。そういうとこもいなくなっちゃって、自治体維持できなくなるんじゃないか。そうすると近所のとこに吸収合併とかになるんじゃないか。婚姻数の減少がすごいのは、政府はですね、結婚せん人は何をどうやっても結婚しねえなって割り切った兆候かもしれません。現にですね、第3子から3人目から年間60万円支給するというのはどうだろうっていうことが検討開始になっておりました。既婚者に3人4人産んでもらう方向の話してますし、結婚しない人はどうやっても結婚しねえよな。給料上がっても何でも結婚しない。結婚しない人に、まあ結婚しろしろっていうのも残酷な話でして、好きで結婚しない人も、いるけれども、高収入でも、ライフスタイルとして独身を選んでる人もいるので、まあ余計なお世話としか言えませんよね。脳科学者の中野信子さんって方がラジオでですね、独身が増えたのは社会インフラが整って一人でも生存できるようになったからですよ。人と絡みたくない私なんて嬉しくてしょうがないなんてラジオで、言っといてね、ラジオで言っときながらすぐに結婚した、一目惚れしたとか言って、まあそういう瞬間も訪れんだな。まあね、これには笑っちゃいましたけど、女性が輝ける社会をつって、女性をね、フルタイムで働かそうと知恵絞ってね、それ少子化促進じゃねえの。少子化大変だ、自民党ね、少々頭おかしいと思います。自民党頭おかしい。女性が輝ける社会つって働かそうとしている。出産よりも、結婚出産育児よりも働かそうとしてる。それやって少子化大変だとか騒いでんだから、頭おかしいのかお前ら。アクセル踏みながらブレーキ踏んでるような感じでね。男女雇用機会均等法がなかった高度経済成長期、昭和38年頃の婚姻率はですね、驚愕の 95% でした。95%、96% だったかもしれない。誰でも結婚してた。なんと、社会インフラが整ってなくて、独身だと生存しにくかったからでしょうか。男女共同参画事業で余計な金ね、年間10兆円も使ってねえで、特定の人らだけ潤すんだから、そんなのですね、そんなのやめれば婚姻率上がんじゃねえの。つまり男女雇用機会均等法をやる以前に戻したら、なんせ婚姻率 95% なんだろうね。そう思いますけどね。イスラム土葬を許可した大分県肘町、肘町、続報、移民が増え町が乗っ取られると誹謗中傷された。どこが誹謗中傷なの。宗教差別や風評被害を助長するような言葉が多く使われるとし、肘町議会では、肘町議会では取り扱わないことに決めた。取り扱わない。もう見ざる言わざる聞かざる。大分県弁護士会松尾康俊人権擁護委員長、人権擁護委員長、
なんか怪しげな肩書き出てきたな。外国人やイスラム教だからという理由で反対はヘイトスピーチにあたり違法行為なんて言ってたそうでございます。一般です。反対したらヘイトスピーチ、何でもヘイトスピーチ、何も反論できないからヘイトスピーチ言ってるように聞こえる。何でもヘイト、何でも差別、便利な言葉やな。とりあえずヘイトって言っとけって的な、何でも差別だヘイトだって言っておけば許されると思ってないです。多様性言いながら地元の反対意見は無視。多様性という名の強制、都合悪いとヘイトスピーチと、伝染病が心配だっつって反対してんのにヘイトスピーチって全然わけがねえ、きっと言い返せねえからヘイトスピーチってとりあえず言っとくんだろうな。例によってあのパヨ語は全然わからない、難しい、意思疎通が全くできない、移民が増え町が乗っ取られる、誹謗中傷でも何でもない、これ未来予想じゃん、単なるね未来予想、まああの何年もかかんないから見てなさい。そんでもってですね、全国に対してモデルケース、土葬許可したらこうなっから、いうモデルケースになって、役目果たしてね、見せしめっつうんですか。外国人やイスラム教だからという理由で反対はヘイトスピーチにあたり違法行為、伝染病が心配だって言ってるのに外国人やイスラム教だからという理由でとか言っちゃって、この弁護士にはあの専門分野で嘘つく専門家ってことで嘘をためらわないタイプのようですね。パヨにありがち、専門分野で嘘をつく、嘘をためらわないパヨにありがち、違法行為って言うなら告発すればいいだろう、お前弁護士なんだからさ、専門家だろうがお前ら、町議会は取り上げないことを決めた。一切反論できないもんね、伝染病が心配だっていう意見にさ、やってみないと分かんないぐらいしか言えないもんね。ヘイトスピーチって、叫ぶだけで、まあ、何も言えねえんでしょ。これ、反論できなくなったパヨが、寝とうよっつって、なんか、安心するようなもんすかね。言われたってこっちはちっともなんとも思わねえのにね。肘町の町議会は今後何百年何千年にもわたる禍根、なんつったって墓なかなかどかせねえからね、禍根を子や孫にのあの残したんですけど、分かってんのかねそれね。生きた人の侵略だったら排除できますけれども、墓の侵略はなかなか排除できねえぞ。目先の賄賂とか接待に飛びついて脳みそ腐ってね、それどころじゃないんじゃないですかね。肘町の町議会議員調べたら16人いました。まあ人口も少ないしけど、この16人と何町長頭腐ってんのかね。何百年にもわたる禍根を子孫に残してんだからな、お前ら子や孫に。本当頭おかしいな、こういうとこもあるんだな。人口7500万人になったらこういうとこは日本人いなくなるでしょうね、多分ね。荒野とか無人の山になって、つわものたちの夢の跡だっけ。忘れちゃったな。というわけでですね、6月11日、NHK ネット聴取反対デモやりますんで、皆さん予定開けといてください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。